ハインツ・ニックスドルフは西ドイツのコンピューター技術者であり実業家である。ハインツ・ニックスドルフは1925年にパーダーボルーンで生まれた。1942年には軍隊に徴兵され、第二次世界大戦が終了した後の1946年になってようやく学業を終了することができた。ニックスドルフは1947年から1952年に かけて、フランクフルトで物理学を学び、1951年に、レミントンランド社で働いた時に初めて、コンピューター技術に接した。1952年に、ニクスドルフは、勉学を中断し、エッセンで、インパルス技術研究所を設立した。彼は、RWE 社向けの機械を作り始め、間もなくバンダラー社とブル社との取引業者となった。 1964年に、ニクスドルーフは、最初の小型コンピューターである、システム820を製造し、これを中小規模の企業に販売して、大成功を収めた。1968年に、ニクスドルーフは、自身の最大の顧客であった、バンダラー社を買収し、これを新しく設立したパーダーボルンに本社を置く、ニクスドルーフコンピューター社に編入した。 1970年代には、ニックスドルフコンピューター社は、西ドイツ市場で、最大、世界中で4番目に大きいコンピューター、製造会社であった。1986年にニックスドルフコンピューター社は44カ国に25,500名の従業員を要し、年間4,500万マルクの純利益を得ていた。同年に開催された最初のスピット期間中に、 ハインツ・ニックスドルフは、ハノーファーで死去した。ニックスドルフは、寄付金でパーダーボルンに、ハインツ・ニックスドルフ博物館という名の世界最大の、コンピューター博物館を開設した。ありがとうございます。